飛び出せゴキブリーズ。安江さん、殺虫剤から身を守る方法なんかないでしょうか。貴様、そんなことぐらい自分で考えろ。いいじゃないですか、安江さんは詳しいんですから。そうだね。逆に殺虫剤でゴキブリを簡単に殺すためには、ゴキブリの背中じゃなくてお腹をめがけて噴射するのがいいってナナピに書いてたよ。なるほど、それはつまり殺虫剤がお腹に当たらないようにすれば僕たちは身を守れるっていうことですね。まあそういうことだね。そもそも俺様の体に殺虫剤を当てることなど不可能。あ、危ない。貴様ら何をビビっている。これは殺虫剤ではない、ファブリーズだ。岡崎さん、分かってますよ。おい、そこの人間、ファブリーズでゴキブリを殺そうとは面白い野郎だ。かかってきやがれ。岡崎さん。はあ、痛くも痒くもないわ。香水代が浮いたぜ。はあ、苦しい。だから言ったのに。岡崎さん、ファブリーズには界面活性剤が含まれていて、それがゴキブリの呼吸器を防ぎ窒息してしまうんですよ。それを早く嫌がる。岡崎さん、元気出しなよ。ありがとうございます、安瀬さん。確かに岡崎さんは嫌なやつだったけど、僕もっと殺虫剤のことを勉強して岡崎さんの分まで生き延びます。飛び出せゴキブリーズ。